はいどうも、アキです。プロスピエースやっていきます。はい、今回はですね、見てください。ついに V ロードですね。現状の最高難易度レベル4、日本一決定戦3勝0敗ということで、ついに最高レベルでの日本一に王手をかけました。はい、でですね、これ、実を言うと3周目ですね。はい、レベ1、レベ2、レベ3に関しては1周目で、ほぼほぼ、問題なく優勝できた、日本一になることができたんですけど、やっぱレベ4になってね、ちょっと辛くなってですね。でですね、今のオーダー見ていただきたいんですけれども、ちょくちょくね、B ランクの選手なんかをレベルマックスの選手が出てきました。で、なんか、趣味というか、なんというか、好きな選手育てたいっていうところでですね、レベル間になった選手はですね、ちょっと今控えの方に置いております。なので、オーダー切り替えで、あ、これね、皆さん月曜日、明日からですね、リーグがまた再開されるので、これ気をつけてくださいね。リーグっていうのは自走車オフ。要はオートで勝手に試合してくれるんですけど、リーグのオーダーと普段のオーダーは違うオーダーとなっておる、オーダー設定となっておるので、こちらの方ね、しっかり設定しておきましょう。なので、僕はこのリーグっていう方ですね。こちらが今の現状のね、僕の一番強いオーダーになるんですけれども、まあ、これ見ていただいたらわかる通り、村田だとか、あとで言うと森野とかがレベル間になっているので、まあそうですね。簡単に言うと、能力が上がればこっちの方が強いんじゃないかっていうのをちょっと上げておきたいのと、なんか C ランク坂本とか例えば上げると、まあ菊池に関してはまあポジション不適正なので、どっちが強くなるんだろうというか、まあね、コストが S ランクダダって引けちゃった時にコスト調整するために C とか D とか育てておいても損はないのかなと。で、今 B の松田育てているのは、まあ自チーム契約書、頑張って手に入れて A ランク松田手に入れたいので、その時に確か限界ポットアップできるんですよね。 B ランクレベル50まで上げていると、そういう狙いでね、松田を今育てています。 B ランク、はい。で、なんでまあちょっとこれ切り替えたら分かるんですけれども、今の本当のね、スピリッツは 19,894 と、もうほぼ2万近くあるんですけれども、それが1000ちょっと下がってると。まあでもそれでも十分、こうやってね、随時レベルマとかになったら入れ替えしつつやってたので、まあ3週かかっちゃったかなっていう感じなんですけど、まあそれでも3週目でね、ついに日本一来たんで、まあといってもね、主力組 A ランクとか S ランクのやつらは変わらずずっと育ってってるので、その辺がね、強くなっていってるのかなと個人的には思います。ということで、日本一決定戦やっていきましょう。スタミナも、わざとマックスまで貯めてきました。ちょっとね、っていうのも1回で勝てるかどうか分かんなかったんで、ここはしっかりねやっていきたいと思います。この通りスピリッツは相手の方が圧倒的に上ですね。はい。いや、プロスピードハマりなんですけれども、これ日曜日の午前中の撮影なんですけれども、ですね、月曜日の3時までかな、対決みたいなのがあってですね、今のところ4万8000ぐらいです、ポイント。で、あれ7万稼いだらいいんで、まあ、ここでちょっとね、エナジーを割っていきたいと思います。僕ね、土曜日ね、学祭の小袋とか見に行ってて、小袋最高だった。はい。見に行っててちょっと忙しかったんで、まあ日曜日ですね。といっても白猫のダグラスとかもやらないといけなくて、もう日曜日はちょっとね、開けてたんで大丈夫なんですけど、がっつりゲーム日ですね。もうちょっと撮影とかじゃなくて、がっつりゲームをやろう。よいしょと、松田能力高いんですよね、これ A ランクで。で、この間コメント欄というかね、やっぱりその通りだったんですけれども、チーム変えてね、あれは操作できるんで、もう欲しい選手1点狙いできるんで、もう松田は確実に取っておきたいですね。で、エナジーもね、そんな多少割ってもいいと思うんですよね。っていうのも、なぜかっていうと、A ランクなんて出ないですからね。そうそう、この間もガチャもジョンソン2枚出たんですけど、まあまあ10連引いて2枚なんでね、それなりに100個ぐらいはエナジー割っても100個も割んないけどね、多分7万もいくのに。ある程度割ってもいいんじゃないかなと思います。ということで、やばい、負けている。よし、じゃあ逆転。うわ、追いついた。おっしゃ、いいね、日本一決定戦にふさわしいぐらいの乱戦だね。で、ちょっと聞いていただきたいことがあるんですけど、まあいいや、後ででいいや、後ででよくない。ちょっと止めますね。例えば、ゴメス、今、内川3番、ゴメス4番っていうオーダーなんですけど、内川確か今ね、ミートパワー66、66ぐらいなんですよ。で、ゴメスは60、66なんですけれども、なんかね、ゴメスの方がホームランを打ちやすい。もう言うとも簡単に言っちゃえば、パワープロでいう弾道的なもんが存在するんじゃないかって思ったんですけど、僕が見たところないっすよね。で、特殊能力もまだこれパワーヒーとか取ってないんで、まだ特殊能力も発動してないはずなんですけど、スピリッツもまあちょっと早めに内川の方が手に入ったんで、スピリッツに関しても能力に関しても内川の方が高いはずなのに、ゴメスの方がホームラン打ちやすい、なぜだっていうね。はい。ところで、なんかよくわかんないですけど、僕はゴメスを4番にしてます。なんかゴメスホームラン打ちやすいんですよね。理由は特にない、わかんないんですけど、なんかあるんですかね、そういう理由が。
ここでホームラン打てたらかっこいいけど打てなかったか。ポテンヒットっていうのかな、これはセンター前のね。あ、これもしかして1イニング走行だった。いいね、最後日本一になる前にね、楽しく西武ちゃんをボコボコにしよう。ロッテか、はい、ロッテだったんだね。はい、でこれ見ていただいたらもうここまででお気づきになった方いらっしゃるかもしれないんですけど、なんか要は今まで全員を巨人の選手のユニフォームにしてたんですけれども、それちょっとねやっぱり違和感あったんで、設定でね、この要は自分のチームの選手のユニフォームをね、デフォルトで、なんて言ったらいいんだ、こう全員その各々の本当のリアルの世界での所属しているチームでの、ユニフォームにするっていう設定があったので、そちらの方をね今ね採用しております。でなんで松田だったらソフトバンクのユニフォームとかでしたらですね、かなりリアリティ感が出てですね、まあ要はねプロスピすごいなと思うのが、本当ホーム似てるんでね、まあたまに似てないなって思うのもあるけど、この似てるホームでねそのチームのユニフォーム着てるんでね、菊池とかも似てますよね。菊池と岡割くんは結構再現度高いなと思った。似てないなと思ったのは久保の投球フォームとか、あらゲッツーだ、あちゃー、まあいいや1点入ったし。久保のね投球フォームなんかはなんかやる気なさすぎでしょっていうところとか思ったんですけど、基本的に結構忠実に再現ということで、よっしゃ最高レベルでの日本一初達成でございます。はい、いやーよかったなー、よかったねー。なんでもう中学生みたいな言い方になったかわかんないんですけど、いやー星4でのね日本一達成いたしました。はい、いやーもうこの1週間ですよね、多分僕がガチったというか、ここほんとちょうど1週間ぐらい、まあ 10日かな、10日間ぐらい、この10日間ぐらいやったら一気に、ここまで来ることができました。もちろん、結構スタミナ溢れさせちゃってて、本当にクソガチでやってたかっていうと、まあまあたまにスタミナが溢れるぐらいでやってたんですけれども、普通に10日間ぐらいでこの、なんていうんですか、これくらいのレベルまで来れたよっていうね、毎日動画出せたんで、この10日間、お見せできてよかったかなと思います。ということで、まあ動画にね、わざわざ残すのをね、なんだかんだね、最後のね、ガチャをね、引きたいんでね、はい、最後のガチャを動画として残したかったんでね、今はしないと。ここですよ、A ランク選手出るかもしれないんでね、ストーブリング43枚でやっていきましょう。ストーブリーグガチャ。あー、 B マートンか。まあただ B はね限界突破とかできるんでもらっといていいかなと思います。 B エナジー、あとは C とかでいいかな。福留 C とか強そうっすね。 OK、 B マートン。まあまあこんな感じでね、ここでもね A ランク選手出ることがあるんで、一応そういう感じかな。はい、てなわけでこの画面見ていただきたい、オールクリアになりました。はい、いやー10日間でとりあえずここまでは来ることができましたね。まあ僕何よりのねですね、楽しみがですね、やはり月曜日からのねリーグ戦の再開というものを本当に楽しみにしております。と言いますのも、まあ普段僕のパワプロ動画もねご覧になっていただけてる方はね、お分かりだと思うんですけれども、僕はパワプロはですね、まあ、パワプロって自分で操作ももちろんできるんですけど、自分で操作しないっていう選択もできるんですよ。で、自分で操作しないときに勝てたら本当に強いチームだよねっていう。まあ、パワプロくんって、アプリは操作が回ってきたらホームランと三振以外割とありえないぐらいの、なんか、まあ、ありえないこともないんですけど、ホームランと三振狙わ、じゃないといい点が、出ないというか、まあ、基本、なんかホームランと三振ありきでの、お話になってるんですけれども、まあ自走車オフだと、なんでそのホームランとかでの打点が入んないんで、その回ってきた時のね、本当のチーム力が試されるなっていうところで、僕そういうね、あれでやってるんですよ。なので、プロスピに関してもほぼほぼ同じ考えでやっていきたいと思います。お、今回日本一になって19,900まで上がったんで、これ2万ぐらいになってね、月曜日からのね、リーグ戦、もう無双していきたいなと思っております。はい。まあまあまあ、まだね、まだまだちょっとガチャとか引いていって、もうちょっと選手ね、強いので固めていきたいところなんですけれども、プロスピに関しても同じくなので、オートでの、まあ、いわばね、リーグを毎週最高レベル、もう、インストールずっとしてからずっと最高レベルにいるぜっていうね、状態をね、目指していけたらと思っております。ということで、星4ね、日本一になったよという動画でございました。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。
この後は概要欄にありますいろいろな再生リストから他の動画をお楽しみください。今週というか来週もですねプロスピエースの動画いっぱい上げていくのでよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオス。